はい、先日ね、家にこんな感じの手紙が来ました。これ見えますかね。賃貸契約の、更新覚書って書いてますね。契約満了日、2023年5月28日、今この住んでる家の契約が5月28日で切れるんですね。そして次の、ね、更新期間、2023年から2025年まで、この期間ね、ここに住むのかどうなのかというのを決めてくれという感じのこのね、契約の覚書書が来ました。で、まあ、これどうしようかなというふうにいろいろ考えたんですね。まあ、引き続きまた2年間契約更新して、まあ、今東京都内に住んでるんですけど、この都内に住むのか、それとももう外に出てしまうのか、どうしようかなといろいろ考えました。まあ、僕も独立してからまだ半年目ぐらいっていうのもあって、まあここに居続けた方がね、まあ、楽といえば楽なんですよ。まあ、ただですね、いろいろ考えた結果、まあ、もう以前からも考えてたんですけど、結論としてはここを出てですね、海外に行こうかなというふうに思います。なので今回の動画としては、その海外移住を決めた理由とか、じゃ具体的に一体どこに行くのかというところについてちょっと簡単に話していこうかなと思います。で、今の現状としてはですね、結構その経済的に落ち着いてきたかなというふうに思ってます。その投資と、あとはそのブロガーですね、そのブログとか YouTube とかそういう情報発信系ですね。それで、月50万から100万ですね。それぞれ、50万、100万、50万、100万ぐらいのレンジで、推移をしているというような状況です。まあ、なので、まあ、結構まあ一人でもね、なんとか食っていけると、まあ、どこでもフルリモートで個人で食っていけるレベルになってきたかなというふうに思うので、まあ、もうこのタイミングでもう海外にボーンって行ってしまっても、なんとか生きていけるだろうというふうに思ってます。でですね、まあ、そんな中でなぜ今回移住を決めたのかっていうその理由はですね、3つあります。で、1個目はですね、これなんといっても海外のね、世界をこう見に行きたいとか、自分の目でこう見に行きたいとか、あとは海外のいろんなね、美味しい食べ物を食べに行きたいとか、ね、そんな感じの、まあ、自分の以前から持っていた目標があるからです。この目標をもう自分がまだ健康でね、体も動くうちに、このうちにもう実現したいというふうに思ってます。もう自分のそのね、いつかこれ海外とか、ね、行ってみたいなとかね、いつかこういう目標を達成したいなっていうね、すごいくすぶってる状態が嫌だなって思ったんですね。もうこのくすぶりを早くもう消去してしまって、目標を実現して、よりそのね、じゃあ次の目標何なのかとかね、その先の世界をこう見たいというふうに思ったからです。僕はもともとですね、サイドファイアに興味を持ったのも、まあ、海外旅行がきっかけだったんですね。まあ、以前投資を始める前ですね、会社員だった頃なんですけど、まあ、その時どういう生活をしてたかっていうと、まあ、金曜日の夜にですね、会社終わるじゃないですか。で、金曜日の、まあ、18時19時に会社終わって、そこから羽田空港とか成田空港に、バーッとその直で移動してね、そして直接移動して、で、羽田空港とかのね、その夜、金曜日の、22時とか23時とか0時の深夜便、格安航空 LCC に乗って、そこから深夜に、まあ、台湾とか香港とか、まあ、シンガポールとかマレーシアとか、そういう近場のアジアの国に移動して、で、土曜日の朝明け方ぐらいに向こうに着いて、で、ちょっとだけ2時間3時間ぐらい仮眠してから、それから土曜日中と日曜日の夜まで、まあ、現地で遊んで、そしてですね、日曜日の夜9時とかね、夜、8時とかそれぐらいの便でまた日本に戻ってきて、で、日曜日の深夜に羽田空港に着いて、そこからタクシーでバーッと家とかね、帰って、まあ終電とかで帰って、で、それでまた月曜日の朝9時に出社するっていうのを毎月やってたんですね。まあ、毎月っていうのは月1回かもしくは月2回ですね。そんな感じの生活をしてました。で、まあ、当時ね、ベンチャー企業、IT 企業に勤めてたんですけど、まあ本当手取り20万とかですし、ボーナスもなかったり、ね、残業代もなかったりしたような会社だったんで、本当はね、貯金ゼロ円だったんですよ。もう最後の方は貯金とかもなくて、まあ、リボ払いでね、格安航空のチケットを買って、めっちゃ高い金利払いながらね、もうめっちゃ搾取されてる感じですよね。金利高すぎて元本が減らないみたいな。そのリボ払い使いまくってですね、それでもやっぱ海外旅行行きたいみたいな感じで、旅行がなんかまあ好きなんですね。以前からそうですけど、旅行がすごく好きで、なんかその、いろんなとこ行きたいと思って、旅行行きまくってました。で、そんな中でいろいろ考えたんですよ。いや、この生活ずっと続けるのはきついでしょと。なんとかして、まあ本当に海外ね、そんな土日に行ったところでね、リラックスできないですよ。ドタバタドタバタしながら、うわ、また月曜朝から仕事かとか思ってね、ちゃんとこの LCC で結構遅延とかするんで、ちゃんと日本着くよねとかね、思ったりとか、
そんな風に思いながらですね、ドタバタドタバタしながら旅行して、そんな中でね、じゃあこれってね、永遠に旅行し続けて永遠に好きなタイミングで稼いで好きな時に、まあ、好きな風に生きていくの、そういう方法ってないんだろうかって思った時に、投資、そしてまあファイヤーとかサイドファイヤーっていうね、その概念を偶然なんかどっかの YouTube かブログかどっかで見つけて、そこからバーッと勉強し始めてね、まあ、当時はお恥ずかしいことながらですね、その自分がその福利運用とか投資とか全然知らなかったんですよ。まあ、知らないからこそこんなリボ払いとかしてめっちゃ金利払ってたわけじゃないですか。今絶対そんなことはしないですけど、まあ、当時はそういうね、払う側だったんですね。なので、やっぱそういうのはね、もう絶対やめようっていうふうにね、その時思って、そこから投資を始めたわけなんですね。まあ、それもあって、当初のこの目標を今こそ実現すべきでしょっていうふうに思っていきたいと思います。そして2つ目の理由なんですけど、これはですね、まあ、自分の新しい挑戦とか、まあ、修行みたいなね、ところがあります。まあ、どういうことかっていうと、海外移住したら結構きついと思います、最初は。やっぱりその日本にいてここの家で引き続きトレードやった方が楽だと思いますし、ここの家でじゃあブログ書いたりね、動画撮った方が絶対楽なんですよ。全部設備も揃ってるし、インターネット環境もちゃんとあるし、部屋もね、まあ、ずっと使ってる慣れてるしっていうのは絶対こっちにいた方が楽です。でもじゃあ楽だからここに続けるのかっていうと、まあ、それはちょっと違うのかなって思うんですね。やっぱこうインターネットを検索してみるとですね、じゃあ旅行をしながらトレードをやりながら情報発信をしてね、そういう有益な情報を届けてくれてる人ってたくさんいるんですね。であれば、まあ、俺もそこを追うべきじゃないかって思ってちょっと行きたいなと思います。やっぱ自分が思ってることとしては、一番難しいことから人生トライしたいなみたいな、もうそんなちょっとずつ進んでいくというかは、最初から足の届かない海にボーンと飛び込んじゃって、飛び込んじゃったら泳ぐしかないじゃないですか。人間飛び込んでみればみんなちゃんと泳げるものなんですね。排水の陣にしてみれば何だってできると、やればできると思いますので、もうちょっと行ってみようかなというふうに思います。そして3つ目の理由に関しては、これはですね、まあ、5年後に笑っているためというふうになります。まあ、結構その5年スパンで僕考えることが多いんですけど、まあ、今こうしてサイドファイアをして海外に行けるという状態なのも、5年前に投資の勉強を、まあ、ガチで始めたからということですね。なので自分がじゃあ今後の5年後を考えた時に、まあ、あの時海外移住してよかったなっていうふうに言ってたいんですね。まあ、なのでこの5年スパンっていう感じで今から動いていって、そして5年後にね、まあこの5年があったから今の自分があるんだっていうふうに言っていたいというのがあります。まあ、新しい年度で4月から始まるっていうのもありますし、まあ、いいタイミングだと思ってですね、このタイミングで新しい目標、まあ、海外移住して、がっつり頑張っていくと、でこれをですね、やっていきたいと思います。はい、そんな感じでですね、じゃあ具体的に次どこ行くのかというところについてもちょっと見ていきます。これはね、正直まだちゃんと決めてません。まあ、ある意味どこでも行けるっちゃいけるんですけど、ちょっと最近いろんなサイトを見てます。まあ、移住先についてはこんな感じのリゾート系のところも考えてるっちゃ考えてるんですけど、まあ、最初はね、台湾とか香港とかこの辺りになるかなって思いますね。まあ、この辺りについてはもう何度もこれまで旅行に行ったこともね、あるっていうのもあって、どんな感じの生活になるのかイメージがつくっていうのもあるし、まあ、食べ物とかね、あとはこの街の感じとかね、こういうのも結構好きというのも、あります。まあ、特にまあ、台湾もいいんですけどね、香港とかはね、この割と混沌としたこのね、都市の街並みっていうのがね、すごい好きだったりします。ビクトリアハーバーとかね、結構何度も行ったことがあります。まあ、あと香港料理だとね、こんな感じの鴨をね、焼いたね、鴨飯っていうね、鴨とそのご飯っていうね、これがめっちゃうまいですね。コロナ食べたりとかね、あと上海とか中国とかね、上海ガニとか北京ダックとかね、この辺もまあ北京ちょっと行ってね、食べたりとか、四川料理とかね、中国の四川に行ったりとかね、そんなのもちょっと興味ありますね。あとはまあビーチリゾートですね。まあ、これはまあモルディブとかね、まあ、ここに移住をねずっとするっていうのはさすがにちょっと厳しいかもしれないんですけど、まあ、ここをちょっと例えば3ヶ月とかね、1ヶ月とか行ってみたりとか、そこからまたね、こういう、まあ、ランカウイとかね、マレーシアとか、この辺のまあアジア圏ぐらいであれば結構行けるかなと。ダナンとかもそうですしね、まあ、タイとかもそうですね、行ったりとか、まあ、その後にね、まあ来年ぐらいからかな、まあヨーロッパとかっていうのに行ってみてね、それもいいと思います。まあ、結構僕もこう毎日毎日散歩しまくってるぐらいなので、自然がすごく好きなんですね。大都会っていうかは自然の方が好きっていうのも、まあ、あったりはするので、まあどっちもねいいんですけどね、まあ、自然のこういうところにもちょっと行ってみたいかなっていうのがありますね。まあ、いろんなところ見てみたいですね。まあ、世界196カ国かな、全世界だと思うんですけど、まあ、まず半分の100カ国ぐらいはねちょっと回りたいなみたいな、そういうイメージがあります。やっぱこうもっともっと世界にいろんな素晴らしい場所があると思うので、まあ、こういう場所に行ってこうね、世界の広さとかね、本当に素晴らしい場所、自分がまだ、イメージもつかないようなところですね。
まあ、こういうところは自分のこう目で見てですね、そこにね、実際自分の目で見て感じるってことがすごい大事だと思いますね。やっぱり映画とかで見たっていうだけだとね、なかなか想像つかないっていうのもあると思いますし、まあ、ギリシャとかね、こういうのもいいですね。うん、なので、まあ、ちょっと今のうちに全部行ってみようかなと、思います。マレーシアとかもいいですね。まあ、こんな感じでバリ島とかもね、なんかこういう結構緑がある場所ありますよね。ウブドだったかな。でそういうところもいいかなって思いますね。まあ、海もいいし、山もいいし、みたいなね。まあ、その一方で、香港みたいなそういうね、まあ、混沌としたアジア独特のあの街並みとかね、そういうところも、まあ、いいかなと。まあ、どこもね、いい場所はあるんですけどね。そういう感じがいいですね。逆に言うと、僕あんまりそのなんかシンガポールとかね、もうめちゃめちゃ整備された綺麗な街にはそこまで関心がなくてですね。なんでかっていうと、もう結局東京とあんまり変わんないからですね。うん。まあ、正直ね、その上海とかシンガポールとかもそうですし、まあ、ニューヨークとかもね、まあ、以前、アメリカに留学した時にニューヨークとか行ったりもしましたけど、うん、まあそんな変わんないですよね、街って。ただむしろこういうなんかその国独特の自然とかね、文化とかっていうのを感じられる場所とかね、まあすごいいいなと思いますね。結構さ、エスニック料理みたいな、その現地の料理とかっていうのも好きなので、めっちゃ食べたいですね。まあパクチーは食えないんですけどね。結構アジアの料理ってパクチーめっちゃ入りまくってて、毎回ノーパクチーとかね、冬行ってもですね、で分かった分かったって言ってるのに結局入ってめっちゃ山割りになってるっていうね、そのあたりするんですけど、うん、はい、という感じです。まあ、ちょっと今後どこに行くかみたいなのはね、今後またちょっと動画も出していきたいかなと思います。はい、ということでですね、今回の動画は以上になります。まあ、引き続きですね、そのサイドファイヤーの、リアルなね、その日常っていうのを配信していくのと、投資に関するノウハウですね、まあ、株式為替、そして僕が今勉強している、まあ、仮想通貨 NFT 関係 Web3 関係についても、まあ、今後ねいろいろ出していきたいと思いますので、よろしければ、高評価とあとチャンネル登録もお願いします。そしたらまた次回の動画でお会いしましょう。